海口市の地図会口市は中華、人民共和国海南省の省と、海南省人民政府の所在地でもある。海口市海南島が中原の影響下に入ったのは、前漢の時代である。前110年、武帝は軍を後世より派遣し海南島の経北列郎港に上陸し、耳軍及び玉軍を設置したのが始まりである。代の1071年に海口が設置され、 海口の地名が誕生した。宋代には清掃に破れた祖職が、消火軍に左遷された際に海口の金属案に、投縮し、また罪を許されて都に戻る際にも投縮し、掘ら釈停し並野部を残している。また元により都である林安が陥落した際、町を擁立した勢力が、海口で交戦し、元軍に破れている。現代になると海口には、 慶州路軍民安部氏が設置され、海南島における貿易活動の監督に当たっていた。艦隊より、海南島は、後世の貴族であったが、秋代の1370年により、関東の貴族と改変されている。新末の1858年、新朝と英仏政府との間で、天津条約が締結されると、慶州は、開港地に指定され、 両国の領事館が設立されることとなり、欧米への門戸が開かれることとなり、1873年には日本海口領事館も開設されている。中華民国成立後の1926年、それまで経産圏に属していた海口を独立させ海口市が成立、関東省の直轄とし、1949年には海南特別行政区を設置し、 関東省から独立させている。1950年に人民解放軍の海南島上陸作戦によって中華人民共和国の統治下に入った後は1956年地球市に昇格、1988年の海南省成立に伴い省都となった。2002年行政区画が再編され、経山市を併合した。海口市は四市か区を管轄する。 境外戦区海南行政区関東省会、口市関東省会,会、口市関東省会、口市海南省会、口市海南東北端に位置し、京州海峡を隔てて雷周半島に面する、熱帯モンスーン気候で年中温暖である。ありがとうございます。